こんにちは。今日はあまり長くやりません。お休みなんですけど、ちょっと体調があまりよろしくないよね。前髪がもう薄、どこ行った？こんにちは。明日からまた学校ですね。まあでも木曜日は休みで3日間ぐらいしかないんで、そんなになんか今日前髪薄すぎ、びっくり。なんか暗いな、明かりをつけている。なんで頭が痛いんです。そう、頭痛な、まあ、まつげがもうほぼほぼパーマ取れちゃった。どっから声出た今。ここほら治ってきた、だんだん。なんかこめかみにできものができるのってストレスらしい。ストレスらしい。なんか、お前間違
インスタのあれで流れてきた。マツパなんか所要時間1時間15分ぐらいだけど、ほぼ寝てる状態だから1時間立ってる感覚があんまりない。寝たら終わってたみたいな感じだから。マツパストレッされる時、なんかテープみたいの貼るのね、周りにそうつかないようにみたいな。では、寝てる、ずっと起きてたことがない、寝てる。2回やったんだけど、これ今2回目のやつね。全部起きてたことがない。むしろ多分寝てた方が楽なんだと思うよ、目つぶってるから。一回一回そのやった後に開けてくださいとかないから、ずっと目つぶってて最後に開けるみたいな。前髪不調やん、なんか何もしてないんやけどさ、別に。あー、なんかこの3連休逆に疲れたかも。明日学校と公園。明日は、なんかまあ休みは家の中で過ごすのが好きだけど、今好きなこともできないし、まあ外にも当然出れないし、ね、旅行に行こうとか思ってもさ、行けないじゃん。行きたくても行けないから、なんか逆にストレスたまったほんで肌荒れもすごいし、できもんできるしみたいな、最悪、無理だ。もう親知らずも痛いし、まだまだずっと痛いんだよ。朝起きた時が一番痛い、やっぱり。ほんで今日もちょこちょこ目覚めるしさ、今日さ9時ぐらいにさツイートしたじゃん、おはようツイート。でも一回5時半ぐらいに目覚めたんだよねじゃあ5時前半だ。でなんか5時はさすがにちょっとツイートするには早すぎるなと思って寝たんだけど、二度寝したら次起きたの9時だったんだけど、いや、寝てる時はなるべくマスクしない、最近してないの、この3日間寝る時だけで。ちゃんとなんだ、肌に塗るクリームとかも塗ってるんだけど、なんかね全然良くならない。このいや、もしかしたらマスクあれじゃなくてストレスかもしれない。それはないか、さすがにマスクあれだと思うんだよね。
から最近はまあ、よくさインスタのねなんかあさって見てるって言ってるじゃん、検索欄のおすすめだったりとか、なんかそれのなんだっけこれ、まあなんか TikTok みたいな感じで見れる動画のやつで、なんかディズニーのキャラクターを撮った動画とか見てるなんか一回しか行ったことないからさ、ディズニーランドの方しか、でキャラクターその時会ったことないから見てたドナルドがめちゃ可愛かったインスタね、更新しようしようと思いながら全然してないっていう、ね、ほえさんくまのぬいぐるみありがくま、ほえさんくまのぬいぐるみありがとう。マイハイボス今日ねちょっともう早く髪の毛切りたいな、髪の毛も結構明るくなってきたし、学校は楽しいですよ。めちゃめちゃ楽しい。いや、歯医者ね、次また抜歯するために電話で予約しないといけないから予定はないんだよね。もう多分あと穴が塞がるまでしばらくそのこの痛みに耐えながら待つしかないって感じなんだけど
さまさん、熊のぬいぐるみありがくま。すりさまさん、熊のぬいぐるみありがとう。あれ、私神さんのやつ言った？言ってないな、多分。いたいたいた、神さん、熊のぬいぐるみありがくま。神さん、熊のぬいぐるみありがとう。言ってないよね、多分。痛い、もう本当に嫌や。この痛いな、どうにかしてほしい、本当に。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま。チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。いいな。なんか神経がさ、ズキズキしてるみたいな感じの痛さなんだよね。痛い。いろんなところが痛い、もうぶっ壊れてる体が今。いいと、お昼食べた後薬飲んだんだよね。効かなくなってんのかな。あーやーやー。辛すぎる。しんどい。え、多分ね、お薬用意してもらってもいいですかって言われたら、多分明日にでも、じゃあ用意して待ってるんで、いつでも来てくださいって感じだと思うんだけど。まあ今日はね、無理だけどね。今日は休みだから、定休日だから。お酒は好きじゃないんで、あんまり飲みません。一人でお酒飲むのって悲しくない？誰かと飲むんだったら楽しいけど。緊急事態宣言、今月末で全て解除検討だって。解除するんだって、今月末まで、今月末に。あ、いた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 。延期してるおしゃべり会どうだろうね。11月は多分忙しくなる。10月
どうなんだろう。11月は無理やから、まあ、10月できるとしたら11月、あ、間違った、10月なんで 10月飛ばしちゃうんだろう 10月とかかな。平日にはしてほしくないよね。でも多分ないと思うけど、土日がいいよね。10月祝日作ってくれないかな。なんかね、欲しいよね祝日ね。10月、1日でいいからさ、あのどっかの週のところに祝日が欲しいよね。まあ月曜日でも金曜日でもどっちでもいいんだけど、3連休になるところが欲しい。明日公演だから、明日は明日ってどこ音？全くスケジュール見たらんかわからん。明日ってどこと？パープル。どっちが先だろ？レッドとパープル。レッドかな。やば、覚えてるから、なんか結構久々じゃない ?2 週間、3週間 ?3 週間経ってないぐらいか。2週間ぶりぐらい。わ、久々すぎて、ちょっと覚えてるかな。そんなすぐ忘れんか。あー、そっか、有観客だ。頑張るしかないですね。それでだって今月終わりだよね。確か今月は、今月少なかったね。2回しかなかった。
まあでもどこもそんな感じか。初めにやって、あとは明日と。かゆ。うん。明日は明日はない。テスト相手テスト読み合わせか。わお、なんてハードスケジュール。では顎の羽が。うん、明日の配信も多分というか、そうだね、時間あれば公演前かな。また会議室取ってもらってやる感じになると思います。できればですけど、会議室が空いてなかったらできないけど。多分大丈夫だと思う。多分ふぅ、はい、まあということでね、今日はちょっとここら辺で終わりたいと思います。めちゃめちゃ微妙なとこで、配信の切り方ちょっとよくまだ分かってないよね。259回やってもはい、ありがとうございました。3連休目にして体調がちょっと優れないという。でも明日はね、公演なんで、まあ良くなって体調良くしていきたいと思います。はい、ではありがとうございました。ランキングを読みます。13位アキさん、12位レフさん、11位ポチッチさん、10位ついてるさん、9位鈴友タンタンさん、8位宮直さん、7位ケポンさん、6位としぼうさん、5位中野のけんじさん、4位ちゃかさん、3位かみさん、2位せりさまさん、そして1位がほえさんでした。ありがとうございます。はい、では皆様、また明日会う人は会いましょう。なんでまあ
実際に会えないよって人は DMM 見てください。よろしくお願いします。では、また明日、さよなら。バイバイ。